ウィリアム・ブレイクの描いたベヒモスとレビアタン・ベヒモスは、旧約聖書に登場する陸の怪物。語源は、動物という、意味のヘブライ語、ビヒーマの複数型に由来する。あまりの大きさのために、一頭しか存在していないにも、かかわらず、複数型で数えられたとする説も存在する。一説には法上のシンボルであり、また悪魔とみなされることもある。読みの違いから、ベヒーモス。 ベヘモト、ビヒーモス、ベーマスなど、多様に表記されることもある。イスラム教の神話に登場する怪物バハムートと同一視される。レビアタン、ベヒモス、ジズ、旧約聖書で、陸に住む巨大な怪物として記述されている。象、もしくはカバが、モデルになったと考えられている。もともとは、カバと同じ、あるいは数倍の大きさの生き物とされていたが、 時代を経るにつれて体調は巨大化していった。一般的に若葉もしくはサイに似た獣の姿で描かれることが多い。神が天地創造の5日目に作り出した存在で、同じく神に作られ海に住むレビアタンと2頭1体をナスとされている。空に住む地図を合わせて3頭1かないとされることもある。レビアタンが最強の生物と記されるのに対し、ベヒモスは 神の傑作と記され、完璧な獣とされる。世界の終末には、ベヒモスとレビアタンは四つに組んで、死ぬまで戦わさせられ、残った体は終末を生き残った、選ばれし者の食べ物となる。ヨブキ四十章十五から二十三節によれば、ベヒモスは、杉のような音、銅管や鉄の棒のような骨を持つ、装飾の獣で、木の下や足の影、沼地に横たわるという。 また、川の流れが荒れても動じず、ヨルダン川がその口に注ぎ込んでも平然としていた。エノク書六十章八節によれば、上半身の置かれた下には、デンダインという砂漠が広がっていたという。性格は温厚なもので、すべての獣はベヒモスを慕ったという。レビアタントは、海と陸以外にも、メスとオスの一体の関係で捉えられることもある。本来は、 レビアタンと同様に海に住んでいたが、共に巨大すぎるために海が溢れ、片方が陸に住むようになったと言われる。陸地においてベヒモスは沼に茂る足の下を住みかとしていた。コランド・プランシーチョ、地獄の実験におけるベヒモスの差し得中世以降は、サタンなどと同じ悪魔と見られるのが一般化した。本来のキリスト教の観念とは全く関係がない。悪魔としては、 旧約聖書の内容から転じて、暴飲暴食を司り、ひいては貪欲を象徴する。なお、タイのレビアタンが七つの滞在における、嫉妬の対応悪魔であるため、ベヒモスが七つの滞在における、暴食あるいは、強欲に対応しているかのように説明されることがあるが、これは誤りである。中世ヨーロッパにおいては像、もしくは、像頭人心として描かれることが多い。 小説やゲームなどの創作物における怪物やモンスターの名前に流用されることが多いが、タイのレビアタンと比べると頻度も低く、統一的なイメージは少ない。また、その名称も様々な呼び名が用いられ、これもまた統一的なイメージが少ない。特に、バハムートの名称が使われる場合には、ファイナルファンタジーシリーズや、ダンジョンズドラゴンズによって、 ドラゴンの姿がイメージされる場合がある。ファイナルファンタジーシリーズでは、ベヒーモスとバハムーとは別個の存在であり、ベヒーモスは牛に似た姿をしている。特殊な例としては、トマス・ホップズのベヒーモスがある。ホップズは、社会契約によって形成された理想的な国家体制をレビアタンに例えたが、対照的に現実の心境と革命、イングランド内戦やその下における、 長期議会といった混乱した国家状態をベヒモスに例えている。ありがとうございます。